神楽メアちゃん。メアちゃん。メア。メア。ほんと、どうしちゃったのよ。ツイッター、凍結してるじゃないの。私ね、あんたの気持ち、わかるわよ。ツイッターで、みんなが自分のことを応援してくれる。フォロワーたちが自分のことを支えてくれる。凍結は、悲しいわよね。メアちゃんの心が痛んでるのね。私もわかるの。メアちゃんが痛めば、私の心も痛むの。私さ、初めてメアちゃんとマリオカートコラボした時、いや、コラボするずっと前からかな、メアちゃんのこと気になってたんだよ。なんでかな、気が合うと思ってたんだよね。どうしてだろう、私戦国時代でメアちゃんみたいな子見たことないのに。バカで乱暴で行儀が悪くてそっくりなんだよね、私にさ。メアちゃんを見てるとね、あの頃を思い出すの。私はね、自分の乱暴さがゆえに多くのものを失ったのよ。もう私はこれ以上失いたくないんだ。メアちゃん、私に提案があるの。私と一緒に歌ってみた、コラボしない？私は歌が歌える。メアちゃんも歌が歌える。そして今の VTuber 時代を生き残るには歌が必須。チャンネル登録者数を伸ばしたいなら歌を歌えばいい。歌を歌いたいなら私と歌えばいい。メアちゃん、メアちゃんが求めてたもの、視聴者が求めてたもの、全部歌ってみたにあるんだよ。メアちゃん、視聴者がメアちゃんの帰りを待ってる。あたしメアちゃんの返事待ってるから。織田信姫でした。